本当にこんな大きな爆弾あるんですね。いや爆弾じゃありませんよ、これ花火玉です。打ち上げ花火の玉です。とある山小屋に集まる職業も年齢も趣味さえ違う男と女。私は葉っぱです。彼らの目的は、私は死んで償いたいんです。これが発火装置です。あ、すいません、遅れました。今日は一旦お家帰ってね、そのご両親に相談してから。あ、何言ってるんですか。友達に相談するとか、死にそうようなこと言うんじゃねえよ。スイッチを押すのは絶望か希望か。私は負けない。三尺玉。